皆様こんにちは。エレガントライフアカデミーの原田翔子です。本日はエレアクリビングから夏を気持ちよく過ごすのにぴったりな観葉植物の寄せ植えをお届けしたいと思います。では用意するもののご説明をいたしますね。こちらは水苔です。ニュージーランド産の苔を乾燥させたもので、水に戻して使います。観葉植物のほか洋蘭の株分けなどにも用いることができます。そしてこちらはプラカップです。底穴の開いているものをご用意ください。直径10センチぐらいが使いやすいでしょう。こちらはお水です。水苔を戻すために使います。こちらは肥料です。観葉植物用の肥料を園芸店などでお求めください。そして本日使います花材ですね。こちらはオリズルランです。線のような葉っぱに斑が入っているところが涼しげですね。そしてこちらはポトスのつるです。艶やかな丸みを帯びた葉っぱが可愛らしいですね。では作っていきましょう。アリスのお部屋で観葉植物を育てておりますので、カットの方法をお目にかけたいと思います。こちらはオリズルランです。ランナーがたくさん伸びてますね。オリズルランのランナーの先に子株ができてます。よく見ますと白い根が少し出てますね。ランナーの一番先でカットします。こちらはポトスになります。ポトスもつるが伸びてきてますね。つるの裏を見ますと、やはり根が出てきてます。節のところから根が出てきてますね。ポトスのつるを切ります。節のところから根が敷きますので、節じゃないところでカットして3枚か2枚の葉っぱをつけた状態でカットしてお水に入れます。先ほど美羽ちゃんが来ましたね。先ほどカットしたオリズルランもお水に入れます。これだけでも涼しげですね。オリズルランと
ポトスは一つの容器に入れても大丈夫です。寄せ植えではないですけれども、こう寄せ池というのでしょうか。これだけでもとても涼しげで、お部屋のインテリアになりますね。こちらは水苔をふやかしたものになります。水苔はこのように乾燥していますので、水に戻して使います。水につけて軽く揉みますと早く吸水させることができます。吸水しますと10倍の体積になりますので、一度に戻しすぎず少しずつ追加しながら戻すようにいたしましょう。十分に吸水できましたら軽く絞ってプラカップの底に入れます。厚さ2センチぐらい入れてください。次に折り鶴蘭を、こちらの折り鶴蘭は1ヶ月ほど前に切りまして、水につけ根を出させておいたものです。白い根が可愛らしいですね。この根を水苔で覆います。完全に根が見えなくなりましたらポットに入れます。次に こちらのポトスも折り鶴蘭と同じように1ヶ月ほど前に切って根を出させておいたものです。こんなにたくさん出てますね。先の方は白いです。そちらを手に取りまして、根を包むようにいたします。包みましたら折り鶴蘭と同じようにカップに入れてください。折り鶴蘭はもう一箇所入れたいので、同じように手に取って根を水苔で包みます。葉っぱは包まず根だけを包むようにしてください。隙間に水苔を絞って入れます。
っかりと隙間を埋めるようにしてください。もし水苔が足りないなと思いましたら、すぐ戻すことができますので追加して隙間がないようにしっかりと植えてあげてください。すぐ戻ります。軽く絞った水苔を隙間に入れますね。これで完成です。肥料はこのように植えてから1ヶ月後ぐらいに入れてください。植えた直後は肥料を吸う力がなく、肥料の栄養分で根が傷む可能性があります。できました寄せ植えはこのままでも可愛らしいんですが、鉢カバーに入れてあげるともっといいですね。こちらは木製の鉢カバーです。そのままスポンと入れることができます。こちらは陶器の鉢カバーです。こちらもポンと入れるだけです。簡単ですね。でも高級感が出ますね。こちらはプルキのジョウロです。こちらにも入れていますね。なんとか入れることができました。とても可愛いですね。このようなプリキのジョウロはお水が漏ることがございますので、事前にお水を入れてみて水漏れがないか確認するようにしてください。お水漏れがあるような場合はセロハンをそこに敷いておくと安心してお水やりをすることができます。このようなポットに入れるのも可愛らしそうですね。でもこちらはプラカップの直径が大きすぎてこのポットの中に入りません。どのようにしたらいいでしょうか。次はその方法をお目にかけますね。もし入れたい器にプラカップが入らないという場合は、プラカップから出してセロハンで包むという方法があります。セロハンを用意し、カッターでカットします。セロハンを半分に折って二重にします。それをさらに半分に折り、もう半分に折って
四つ折りにします。それを三角形に折ります。先をほんの少し切り落として、開いた時に穴が開くようにいたします。水が抜けるための穴ですね。穴の上に程度根の張った観葉植物の寄せ植えを乗せまして、セロハンで包みます。輪ゴムで上の方まで留めます。余ったセロハンをだいたい水苔の高さぐらいまでにカットします。その時せっかく育った葉っぱや根を切らないように、気をセロハンだけ切るように気をつけてください。あまりセロハンがたくさん出てると見えてしまいますので、水苔と同じぐらいの高さにカットしてよろしいかと思います。セロハンで包んでゴムで留めてる状態ができました。そちらを入れたい器の中に入れます。楕円でもどんな形でも自在にセロファンですので、することができますので、いいですね。こちらのバラのポットに観葉植物の寄せ植えを入れることができました。かわいいですね。蓋も添えてあげるといいですね。エレガントライフアカデミーの観葉植物の寄せ植え、いかがでしたか？皆様も観葉植物の寄せ植えを作って夏を気持ちよく過ごしてくださいね。ありがとうございました。またね。